はい、G425 アイアンヘッドも新しくなりましたね。はい、はい、まずですね G425、フェースの構造を見直しまして、今回、ですね、この中心部に対して周辺部をより薄くすることによって、芯を外れてもどこに当たっても初速が安定してくれるので、非常に安定して飛んでくれますよというところがまず一つですね。で、さらにですね、後ろのこのバッチですね、ここの設置面積が広くなることによって、非常に打感というものがですね、非常に柔らかくマイルドになっています。でさらにですね、見た目の部分ではですね、410のように少しグースを G400 と比較して少しグースが減ったような状態になっているんですが、410と比較すると少し捕まりやすくなっています。ですので400の捕まりの良さと410の見た目を組み合わせたいいとこ取りのアイアンになっています。なるほど、はい、さっき私もこう構えさせてもらいましたけども、かなりヘッドの見え方がスマートになったというか。そうですね、はい、なので初級ゴルファーからもう上級者のゴルファーまで、もう本当に幅広いプレイヤーが使えるヘッドなんじゃないかなと思います、はい、そうですね、はい、いやすごいですね、距離が出て、はい、またこうブレずに狙っていけるという、はい、ですね。まあ、またさらにこうボールを高く、そうですね、はい、上げて狙っていけるというのは、これはもう本当にアイアンの必要な、ね、はい、要素ですよね。はい、たわみがこうロフトをつけた状態でたわんでくれますので、しっかり球も上がってくれるというところがいいところですね。はい、たわみはぜひ皆さんね、体感していただきたいと思います。はい、はい、ということで皆さん、ここの試打室、ここは普段はマッチングラボ、はい、クラブフィッティングを主にやっている場所なんですけれども、ここで先ほどのお話ししていただいたテクノロジーを私体感したいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。ここからはゴルフテック三田が解説します。最近の飛び系アイアンよりもさらに打ち出し角がしっかり得られやすいモデルになっておりますので、ボールも上がりやすい、その上しっかりと飛距離もついておりますので、飛んで止められる、そんなアイアンに仕上がっているのかなと思いますね。初速も出てますね、これは飛ぶんじゃないですか。しっかり距離も出ております。そして高さも出ております。グリーンもちゃんと狙えながら距離も出る、完全に使えるアイアンですね、これはね。ぜひ皆さん一度お試しください。